はい、7月25日水曜日夜10時を回りました。音嫁散歩ナビゲーターのガクです。いやー、まだね、まだまだ暑い日が続いております。皆様、いかがお過ごしでしょうか。熱中症など気をつけていただければと思います。さて、今日7月25日はですね、なんと最高気温記念日だそうです。1933年のこの日、7月25日ですね、山形で最高気温 40.8 度が記録されたということですね。この記録っていうのは長らく日本の最高気温記録となっていましたが、2007年8月16日に熊谷市と多治見市で 40.9 度を観測、74年ぶりに記録が更新されたということなんですけれども、それでも一応最高気温記念日っていうのは今日7月25日ということで変わってないということですね。なんかこう山形盆地でね、東北地方っていうイメージがありますけど、日本海に台風があって高気圧があってフェーン現象でものすごく暑くなりましたっていうことをちょっと気象予報士さんが言ってましたけれど、ちゃんとしたことあんまりよく分かんない、そのぐらいのことでこうフェーン現象が熱くなるっていうようなことが頭に入ってますから、そんなことぐらいもんですけれども、さあそれとはですね、対照的に、1月25日同じ25日ですけれども、日本最低気温の日というのがあります。1902年この日、北海道旭川で日本の最低気温の公式記録マイナス41度というのが記録されました。マイナス41度ですよ。でもね、その後1978年、昭和53年の2月17日に、幌加内町の北大演習林でこれより 0.2 度低いマイナス 42.1 度を記録したんですけれども、気象庁の公式の記録の対象から外れていたために、旭川の公式記録が公式の日本最低気温となっているということですが、マイナス41度ってよくね、昔テレビでやってました、バナナで釘が打てますみたいなことですよね。マイナス41度と今ねよくこう言われている40度、すごいです。80度の差があるわけですよ。80度、80度っていうと普通にお水から行って沸騰したってに近いですよ。沸騰したら100度ですけど、そんなようなね差があるところっていうのがね、日本というのはすごいなと思いますね。まあそんなような話、のんびりなんかいろんな話をしていきたいと思います。それでは30分お付き合いください。それでは CM です。先ほどね、最高気温記念日とかっていう話をしていましたけれども、7月25日、まあ今日は何の日かななんてこう調べてみますとね、やっぱいろいろあります。まあ当然ね、こんなのありますね。かき氷の日なんででしょうかって、これ僕ね、前にその番組をねワロップでやらせていただいた時、ナイトミュージックランドという番組をやらせていただいたときに、今日は何の日ですかなんていう話のちょっとずつ毎週言ってたときに、もしかしたらこう7月25日これかき氷の日って言った記憶が あるんですけど、違うかな、ちょっと皆さん聞いてる方で7月25日、番組やってましたなんていうのあったらまた教えていただければと思いますけども、なんでなんでしょうか。夏氷、昔は夏氷と言ったと。それがかき氷の日で、まあ、先ほどちょっとお話しした最高気温がね記録された山形で、その最高気温記念日になったのと同時にかき氷の日っていうのが制定されたみたいですね。それと面白いですね、これ知覚過敏の日っていうのも、これもすごいですよ。シュミテクトってありますね。皆さんこう今 CM やってますね。これ順番に来てますね。なんか最高気温記念日だっていうことで夏氷と言われていたことからかき氷の日で、この知覚過敏の日はその
この日がかき氷の日であって、知覚過敏だとかき氷など冷たいものが歯にしみるということから知覚過敏の日ということみたいですけど、まあ、皆さんいろいろ考えますね。この記念日っていうのはもう本当に毎日毎日いろいろあって、でこれ見てるだけでもなかなか楽しいものがあったりもしますね。さあいろいろとそのまだ知識として進んでいない、西日本豪雨の被災地だと思います。それとね、あとまだこの間ちょっとフェイスブックをこう見てましたら、地味に続いている余震が嫌だという投稿も上がってました。その関西のね、大阪の地震もまだなんとなく余震が続いているようです。で、一つこう何か一つ災害が起きると、その一つ前の災害のことを、まあ、忘れてしまうわけではないでしょうけれども、なんかこう薄れていってしまうっていうのはとても気をつけなければいけないなと思いますね。地震にしても雨にしても、まあ、今ね僕は関東に住んでますんでね、その大阪の地震だったり西日本の雨だったりとかに直接関わってはいないですけれども、間違いなく、来るであろうということですよね。だからちょっとしたことでも気を配ってという言い方はおかしいですね、気をつけていられるようにしたいなと思ってます。はい、一日も早い復興を祈っております。さあちょっと楽しい話もしないとね、なんかあんまり湿った話もあれなのですが、そんなこと言ってる場合じゃないと怒られるかもしれませんが、まあ、夏といえばですね、夏休みがあったりします。皆さん夏休みどうされますか。一日しかないよとかいう人はなかなかいないと思う。僕らみたいな仕事はなかなか夏休みっていうのをまとめて取ることもできないし、長く取ることも逆にできるったりもしますが、ちょっとこうそんなに長くは取れない。でもこうお盆の時期とか、皆さんね夏休みってこう大体決まったところで取られるじゃないですか。なので電車も混んだりね、車も混んだりします。で、よく、なんでこんな混んでる時に行くのと思ったりする話をしますけど、でも、やっぱりそこしか休みがないから、やっぱり、皆さん行くんですけど、なんか、夏休みでみんなが動いて、みんながこう休みで絶対に泊まるからって言って、旅館とかね、電車とかね、ちょっと高くなるじゃないですか。そうじゃなくてなんか安くなってみるのもいいかななんて思ったりもしますけど、まあそんな夏を感じながらこの曲を一曲聴いていただきたいと思います。楽でサマーウィンド。
思わず僕も嬉しくなる。一人きりの朝までどんな風を感じてる、どんな声に包まれて、なんだかそんな気持ちになかった。ある夏の日のハッピーデイ、どんな風を感じてる、どんな夜に包まれて、なんだかそんな気持ちになかった。一人きりの帰り道、光あふれるカーフェテラス、遠く聞こえる波の音、心地よい時間の中に懐かしい思い出と、見上げる空の青さ、どこまでも行けるはず。どんな風を感じてる、どんな声に包まれて、なんだかそんな気持ちになかった。ある夏の日のハッピーデイ、どんな風を感じてる、どんな夜に包まれて、なんだかそんな気持ちになかった。一人きりの帰り道、ガクでサマーウィンド聞いていただきました。それでは CM です。さっきね、夏休みの話をちょっとしましたが、先週ね、すごくこう夕立打ったら涼しいねとか話をしましたけども、今年は関東の梅雨明けが6月中にあって、ものすごくこう暑い日がやっぱ続いてます。で、夏休みを前倒ししようとかっていうね、話もあったりはするみたいですけど、前倒しをしてもね、多分暑い時期が長くなっているだけなので、後ろはまた暑いのでね、なんかあんまり意味もなかったりするのかもしれませんが、まとまった夏休みというか、こう全部こうまとまっていなくてはいけないのかな、こう学校ごとにずれたらいけない、まあ最初がね、頭がずれたりこうすることはあるでしょうけど、なんかこうずれちゃいけないのかな、まあこんなこと言うとお前何も分かってないなってこう言われるかもしれませんので、なんかずれたりしたら、ちょっとさっき話しましたけど、電車高くなったり旅館が高くなったりするような、こうなんかよくあるね、繁忙期とか閑散期とかっていうあれがありますけど、みんな来るから高くしちゃおうよなんていうのは、ちょっとこうなんかそうじゃなくて、みんな来るからちょっと安くしてみようかなとかっていうふうに思う旅館とかホテルはないのかななんて思ったりもしますが、さあちょっとね、全然違うお話ですけど、皆さんは今もありますかね、ルービックキューブをやったことがございますか？
あの四角いやつね、色をこうやる、カチャカチャっとこうやるやつですけど、今日7月、25日ですけども、1980年にルービックキューブが日本で発売されて、こう爆発的にブームで、いや結構皆さんやってましたよね。それでその日本ではね、愛好家のことをキュービストっていうらしいですけど、で国外ではキューバーって言われてるらしいですけどね。皆さん何面ぐらい合わせられました？僕はね、その一生懸命やったことはないですけど、で自分で持ってたわけじゃないから、こうちょっと貸してって言ってガチャガチャってでもね、せいぜい1面2面行ったことあったかな。あの全部やったことありますよっていう方がいたら、また教えていただきたいと思いますけど、この公式大会っていうのがすごいですよね。あのいろんなこう種目があったりする、足だけでやるとかで、スピードをこうやるとかね、なんかこうガチャ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 って本当にもうすごい素早くやる。でコンピューターっていうか、こうロボットがやるのをこの間ちょっと見てましてね、用意ドンってやるともうね、瞬間的に揃っちゃうんですよ。でその瞬間的に揃っちゃうっていうのもやっぱコンピューターとかね、そういうそののがもうスーパーコンピューターとか、そういうのが何でしょうか、スーパーコンピューターまではいかないのかもしれないですけど、ちょっとしたこう半導体のこういうロボットがガチャガチャってやるだけで、すごくもう一気にそういう色が変わる。でそんな風にね、そのできてしまうところがすごくなと思ったりをします。それでさっきねルービックキューブが1980年って言ったんですけど、それからその18年遅れること、1998年にマイクロソフトが Windows98 の日本語版を発売してるんです。まあ日本語版じゃないのでもっと前からあるんでしょうけど、なんかそんな風に考えるとね、人間がコンピューターがこう、人間がやったことをコンピューターがやればものすごくなってくるんですけど、まずは人間がものすごくできなければその先はないということですからね。まだまだそのコンピューターには負けないぞっていうように人間も頑張っていきたいなと思いますが、まあなかなかねコンピューターのような記憶力もなかったりもします。さて一曲ね、全然話は続かないかもしれませんが、楽の曲で聴いていただきたいと思います。夢のかけら。
つでもそばにいた君たちの笑顔がこれからの力になるのかもしれない。手を合わせ祈った、消えた街の日を思い、悲しいこと胸の奥にしまい込まないでね、決してみんなのこと忘れないからね。手をかざしたその向こう側には、明るい色に染まるいくつもの道が、一つ一つがいつか結ばれてく、忘れることなんか決してないからね。手を伸ばしたその向こう側には、包み込む翼が羽を広げてる、その向こう側には明るい色に染まがる暖かな道が、楽で夢のかけら聞いていただきました。それでは CM です。今日もね30分間のんびりとお話ししてきましたけれども、これからまだまだ7月がまだもうちょっと、それから8月と夏本番です、ね、西日本の豪雨で被災された方、まだまだ水とかそういう面ではねご不自由していると思います。僕らもね、そのことをちゃんと考えながら、胸にちょっとしまいながら、生活していきたいなと、暮らしていきたいなと思ってます。本当にね、一滴の水がね一つの命をっていうふうに感じますのでね、無駄な水道とかそんなのも使わないようにしていきたいなと思いつつも、やってしまう自分こう叱りながら行きたいと思っておりますが、さあ夏休みね、こんなことしました、こんなことしようと思います、それからもう今年夏休みなんかありませんとかいう方いっぱいいらっしゃると思います。もう夏休みはもう9月になってからかななんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。そんなこうエピソードとかありましたら、どんどん番組の方にメールをいただければ嬉しいなと思います。ワロップアットマーク学ハイフォンスマイルドットネット、WALLOP アットマーク G
waku-smile.net ワロップアットマーク学ハイフォンスマイルドットネットまでです。さあもうね、来週は8月です。今言いましたけど、夏は多分これからが本番なんじゃないかと思いますんでね、この暑くなる前に僕は言いました、この番組でも、暑くなりますという予報は大概外れないということを。でその通りに、その暑い日々が続いております。ただね、その中でも急に雨が降ったりしますから、本当に皆さん気をつけて過ごしてください。本当に熱中症などに気をつけて、冷房などもかけて、ゆっくりお休みになってください。それでは今日も30分間ありがとうございました。おやすみなさい。ガクでした。